こんにちは、まなぶです。今回はブログで成果が出るまでの期間は100記事ですというテーマでお話をしていきます。で、簡単にこの自己紹介をすると、現在ブログ歴っていうのが6年ぐらいです。で、ブログの毎日更新っていうのは今でもしていまして、で、この撮影、動画撮影時点だと、ざっくり800日間ぐらいですかね。それぐらいを、こう、毎日毎日朝起きたらブログ書くっていう生活で、過ごしています。で、それで今回の動画に関しては、初心者からよく聞かれるんですけど、ブログ始めたらどれぐらい成果出ますかみたいな、こういった質問ですね。で、これにお答えしていこうと思います。で、動画前半後半で分かれていて、前半に関しては、どれぐらい頑張れば成果が出るかっていうのをお伝えして、で、動画の後半ではブログで成果を出したい人が知っておくべきことですね、これについて解説をしていきます。で、今回の動画を見ることで、ブログっていうのをどれぐらい頑張ればどれぐらい成果が出るかっていうのが、分かるかなと思います。というわけで早速始めていきます。で、結論繰り返しなんですけど、ブログで成果が出るまでの期間ですね、これもうとりあえず100記事っていうのが、目安になります。で、これ期間じゃなくて記事数で、解説をしてるんですけど、なんでかっていうと、人によっては毎日1記事ずつ書いたりするじゃないですか。でも人によっては、例えば、3日に1記事とか、また人によっては1週間に1記事みたいな、こういうふうに分かれてくるので、ざっくりその記事数の目安っていう感じで今回お伝えしていきます。で、ちょっと具体例出していこうと思うんですけど、現在僕が運営しているメインのサイトっていうのはマナブログっていうサイトでして、このサイトに関しては今1000記事以上、記事が入ってるんですけど、また別で僕もう一個サイトを運営してまして、それが、eLife っていうサイトですね。で、こちらのサイトなんですけど、で、これが参考になるかなと思って、このサイトっていうのが2017年の頭ぐらいから、運営を始めて、で、ざっくり100記事ぐらい入れました。で、100記事入れた後は、正直あんまりもう記事更新してないんですけど、現在でもざっくり毎月、低い月だと2万円ぐらいですかね。で、高い月だと、マックスで8万円ぐらいですね。これぐらいの収益が、入ってくるっていう感じです。なので大体の目安なんですけど、100記事ぐらい入れたら3万円とかですかね。これでもかなりいい方だと思います。なので成果を出していくイメージっていうのをお伝えしようと思うんですけど、まず初心者に関しては100記事で、これで月3万とかいったらいいぐらいですね。月1万とかも全然あり得ると思います。で、さらに言うと500記事ぐらい書いていくと、そこで大体中級者ぐらいかなっていう感じです。で、中級者になるとどれぐらいかっていうと、ざっくりなんですけど、月、10万から20万とかそれぐらいです。で、最後、上級者に関しては、1000本以上ですね、記事1000本以上書くと、大体上級者ぐらいになるかなと思っていて、で、上級者だと月80万とかですかね、80万から100万ぐらい、これぐらいは目指せるんじゃないかなと思います。ただここまで聞いて、もしかすると、とりあえずじゃあ100記事書けばいいんですねみたいな、そういう風に考える方いるかもしれないんですけど、それ基本的に NG なので注意してください。で、なんでかっていうと、記事数っていうのはあくまで目安ですし、例えばそのじゃあ100記事なんで大切かっていうと、100記事を書くことによってそれだけの、挑戦する回数とそれだけの改善する回数っていうのが生まれてくるからですね。で、例えばちょっとダメなパターン最初にお話しすると、じゃあとりあえず100記事書こうと思っても、毎日毎日100記事を書く、もうその100っていう数字だけに集中する感じですね。これは基本的に NG です。じゃあ一方で、正しい例っていうのを解説すると、とりあえず目安100記事だなみたいな考えつつも、1記事とか2記事書くごとに、自分の記事のここダメだなみたいな、ここをじゃあ今日直そうかなみたいな、そういう感じで、日々もう本当1個ずつでいいんですけど、1個でもいいから改善していく、こういったやり方をすると、徐々にこう成果が上がっていくかなと思います。なので話を戻していくと、ブログで成果が出るまでの期間ですね、これざっくり100記事ぐらいっていうのが目安になると思います。で、これで、動画の前半終わりで、で、後半に関してはブログで成果を出したい人が知っておくべきことですね、こういったテーマでお話をします。で、基本的にブログの初心者ですね、これから始めたいとか、今始めたばっかっていう、こういった方にお伝えしたいんですけど、それ何かっていうと、結論として、魔法はありませんっていう話ですね。で、何が言いたいかっていうと、まずは成果出してる人を信じましょうっていう、もう本当これだけです。これめちゃくちゃ重要です。で、なんでかっていうと、過去の僕っていうのは結構疑い深かったんですよね。最近だと結構疑い深さとか無駄なプライドっていうのは結構捨てることができたんですけど、その疑い深さとか無駄なプライドっていうのを持ってると、これ確実に伸び悩みの原因になります。で、それ何かっていうと、例えば過去の僕の思考っていうのを今回お話しすると、世の中にブログで100万とか稼ぐ人いるじゃないですか。まさになんか僕とかそういう風に思われてるかもしれないんですけど、こういう100万とか稼いでるやつって、多分何か秘密を知ってるし、何か特別なテクニックを持ってるし、あと仲間内でなんか有益な情報とかを共有してるみたいな、多分こういう風に思われがちなんですよね。で、稼いでない僕もこういう風に思ってました。
だから、稼げる人がなんか例えば毎日更新しろとかもっと記事書けみたいなそういうのを稼いでる人に言われても、過去の僕っていうのは、まあ、確かにそうかもしれないけど、この人たちは多分何かを隠してるから、まあ、そこに気づかないとダメだみたいな、気づかない限り膨大な作業量をしてもそれが全て無駄になってしまうみたいな、僕は昔そういうふうに考えてたんですよね。でもそういうふうに考えてたんですけど、まあ、ある時にやっぱりその自分に、まあ、まだ成果もなかったんで、成果ないし、まあ、一回こういう人たちのやり方本当に真似してみて、で成果出るか本当に試してみようみたいなっていう感じで、そこから毎日更新とか、あと記事の更新数増やすみたいなっていうのをやり始めたんですよね。でそれやってみた結果どうなったかっていうと、普通に伸びていきました。まあ、なんでこの動画見てる方にも本当にお伝えしたいんですけど、過去の僕っていうのはそうやって疑い深かったので、何か秘密あるとか何かその隠された情報があると思っていたので、ブログ系の本とかライティング系の本とかそういうのをすごい読み漁ったんですよね。それこそ多分Amazon とかでブログとかで検索するともう何冊もいっぱい本出てくるじゃないですか。あとはセールスライティングとかライティングとか文章術とか、まあ、そういったあたりの本っていうのは僕多分過去に合計でマジで200冊300冊ぐらい読んでます。で世の中にある本、日本語の本限定なんですけど、英語の本も実はちょっと読んでいて、まあ、ただ日本語の本で言ったら多分ほとんどの本っていうのを読んだことあると思います。でじゃあ実際にそれ読んでいた時期いつかっていうと、ざっくり3年前とかなんですけど、じゃあその頃の知識が役立ってるかって言われたら、ぶっちゃけもうほぼ役立ってないんですよね。でほぼ多分 99% 忘れてます。で 1% 役立ったかもしれないんですけど、役立った本っていうのはまあざっくり2冊ぐらいしかないんですけど、まず1冊目が20歳の自分に受けさせたい文章講義っていう本と、もう1冊が沈黙のウェブライティングとかですかね。まあ、このあたりっていうのは結構役に立ったなと思ったんですけど、一応概要欄にも貼っときました。まあ、ただその他の本っていうのは正直そんなに意味がなかったです。完全に意味なしとは言えないんですけど、本当昔の僕ノウハウコレクターみたいになっちゃって、いわゆるその情報ばっかり集めて全然行動できない人ですね。そういう風になっちゃってました。で、まあ、こうなっちゃうと、いわゆる情報デブみたいな感じで、まあ、全然動けなくなっちゃうので、まあ、これは本当におすすめしません。なので他の動画でも話してるんですけど、もう一番大切なことは、行動しながら考えることですね。これがめちゃくちゃ重要です。まあ、なので話を戻していくと、まあ、めちゃくちゃ当たり前な話なんですけど、魔法っていうのはありません。裏技っていうのもありません。で裏技とかそういうのないので、まあ、僕じゃなくてももちろんいいんですけど、世の中にブログとかで成果出してる人いるじゃないですか。でそういう人をなんか何人か調べてみて、でそれでこの人に言ってること正しそうだなみたいな、そういう人がいたらその人に言ってることをとりあえず信じて、それでしばらく行動してみる。これが一番最短で成果を出すためのコツだと思います。はい、というわけで今回これぐらいしようと思います。で僕のチャンネルではこういった感じでブログ運営論とか、あと基本的には個人で稼ぐ方法です。これにフォーカスして発信しています。でもし今回参考になったら、ぜひチャンネル登録とLikeボタンしてもらえると嬉しいです。であとブログとかツイッターもやっていまして、でブログは動画でも話した通りマナブログっていうサイトで、でツイッターに関しては動画の詳細欄に載せてます。でツイッターに関してはなんか僕の結構私生活みたいな発表していて、で今これバンコクのタイで撮ってるんですけど、まあ、もしかしたらちょっと今回の動画音入っちゃったかもしれないんですけど、今ちょっとこんな感じでこういう場所で撮っていて、で外で工事していて、でその音がもしかしたら入っていたら申し訳ないです。まあこういったなんかいわゆるノマド生活をしていて、でそれの情報発信みたいなのはツイッターの方でやってますので、もし興味あったらそちらもご覧ください。というわけで今回以上となります。さよなら。